おはようございます。西田便乗団と申します。よろしくお願いいたします。いきなりですけど今日これやりました。すごい、ステンレス刃の手引きコーヒーミルについてです。よろしくお願いいたします。手引きのコーヒーミルってステンレスの刃のものとセラミックのもの、大きくこの2つになるじゃないですか。でこれからねコーヒーを始めようと思ってコーヒーミルを選んでいる人はどっちにしようかなとか思ったりしてるわけですよ。基本的に皆さんどういうイメージを持ってますかね、手引きミルに。やっぱりねこう豆をねコリコリもしくはジャキジャキ引いて、穏やかな午前11時にね風を浴びながらふわーっとねいい時間を過ごしてもうコーヒーをたしなむみたいな、そういうイメージをね持ってる方多いと思うんですけど、実際それがね本当なのかどうか、要はですねコーヒーミル引くの大変じゃないのかなということですね。今日はセラミックではなくてステンレス刃の方に焦点を当てて、そのミルでこう豆を引いてるところをノーカットでお届けしようと、そういうことなんです。どれぐらい大変そうなのかなみたいな、コーヒー毎日飲みたいと思ってるんだったらその日常がずっと続くわけですから、朝引いてもう一回夜飲みたいんだったら夜もやらないといけない、そのリアルはどんなもんなのかということで今日やっていきたいと思います。で実はですねこの動画とほとんど同じ趣旨の動画がですね4年近く前に僕から上がってるんですよ。毎日やばいって書いてあるやつで、それはノーカットでセラミックのミルで引いたものなんですよ。まだね YouTube 始めて7本目とかの動画だったんですけど、で今回は時を経てですよ、僕はねステンレス刃のミルをようやく買ったんで、この前なのでコーヒーをねこれから始めようと思ってる方、選ぶポイントにしてくれれば、参考にしてくれれば非常に嬉しいです。でセラミックのやつはその前の動画があるんで、気になる人は見てもらえれば大丈夫だと思います。もしかしたらね毎日をやばくないかもしれないんで、ステンレスの実力をね感じてみましょう。よろしくお願いします。はい、こんにちは。というわけでやっていきます。よろしくお願いします。ちなみにこれがですねその前のセラミックの動画で使った2つですね、ニトリのやつとポーレックス、懐かしいですね。でこれが今回使うコーヒーミルです。これメーカーはですねワンビンです。まあ多分ワンビーンなんですけど、 Amazon のね買ったサイトにワンビンってね振り仮名が振ってあったんで、僕は可愛いんでそう呼んでるって感じですね。でこれ非常にこのね中にベアリングの入ってていい感じのステンレスのミルで、ここをくるくる開けてちょっと使ったんで、あの米枯れた豆が入ってるんですけど、今日はこいつを使っていきます。いや性能はね普通にいいと思います。すごく Amazon のいわゆる中華メーカーっていうやつですね。書いてる値段は8000円とかなんですけど、2000円オフのクーポンがついてたんで、僕は6000円で買った形なのかな。なんでステンレスのミルにしてはそこそこ安い方ですかね。で一応表記では 25g 入ることになってて、まあ浅入りだったらそんぐらい入るかなって感じのやつですね。 20g がね大体相場で、まあ、少ないのだと 15g とかもザラにあるって感じなんで、あの用途によってねそこはね確実にチェックしておいた方がいいです。いつも2杯分入れたいと、自分と、まあ、誰かね一緒に住んでる人の分を一緒に入れるとかだったら15までしか入んないと1杯分しか落とせないんで、それ足りないってことになるんですよ。そこチェックした方がいいです。これは25入ります。はい。でこのカチカチがあって、あのダイヤル式で120段階ぐらい選べるやつです。これすごいですね。今日の引け目は中ぐらい、中引きぐらいでやっていきます。ステンレスのミルだったらねほとんどねいい感じで性能はね保ってるんじゃないかなっていう感じですね。なんで選んでる人はねその容量とか見た目とかですね、あと一番大事な見た目、これも結構そこに大きかったんですけど、それを駆使して選んでもらえばいいかなっていうので、今日は代表してこいつでやっていきます。これねゴムがついてるんですよ。僕ね後でつけたんですよ。これ昔買ったこれもね1000円ぐらいのセラミックのミルについてきた、これとウリ2つのミル買ったんですけど、それについてきたこのゴムバンドを僕ね後付けしてるんですよ。めちゃくちゃ引きやすくなるんですけど、これ摩擦抵抗ができて超引きやすくなる。だけどね普通はこれつけないと思うんで外してやろうかな今日。そっちの方がリアルだから。これね買おうと思えばポーレックス用のがねいくらだって結構その1000円ぐらいか、1200円とかで買えるものになるんですけど、普通ついてないんでこれちょっとなしでやります今日。これあるのとないので本当にね30%40%ぐらいね変わりますよ、引きやすさ。めちゃくちゃ引きやすくなるけど、ちょっとねお留守番していただいてよろしいでしょう。ということで豆を入れていきます。で何グラムでやるかっていうのかなり重要になってくるんですけど、さっき僕はね思いつきました。手引きミル考えてる人は、家族用のを全部これで引こうと思ってる人はねなかなかいないんじゃないかなと思うところなんで、もしくはいたとしたら結構大変だと今の段階でも思うので、まずね自分用の一杯を飲むって考えてる人に向けて15グラムでやろうと思います。これ大体ねマグカップ1杯分ぐらい落ちる量なんですよ、まあ、入れるお湯の量にもよるんですけど大体そんぐらいかなっていう感じで、最初それでノーカットでやって、その後ね 20g とかも見せようかなと思いますね。 20g だと小さいカップで2杯分ぐらい大体取れるかなぐらい、まあ一応それでねあの2人分で考えてる人もこのぐらいの時間でできるよっていうのをノーカットでお届けできればなと思います。大体ね20ぐらいがね相場だと思うんで、この入る量のそこまでやってればいいかなって感じですね。やります。15g ですね。で今日使う豆、これ結構大事になってきます。国が大事っていうよりも焙煎度ですね。この焙煎度でかなり引きやすさ変わってくるんで、真ん中を持ってきました。
中入りの豆です。ベネズエラの豆ですね。これがっつり中入りなんですよ。さっきね、チラッと見たら、もう本当にね、ど真ん中中入りぐらいかな。浅入りの豆はめっちゃ硬いです。深入りの豆は柔らかくなってます。水分が抜けてるんで、パキパキになってるというかね、感じなんで、めちゃくちゃ引きやすいんですよ。深入りの豆だとセラミックでもめちゃくちゃ引きやすいんですけど、今日は真ん中なんで、まあ、ちょうどいいかなって感じですね。で、じゃあ 15g 測っていきます。ということで早速行きましょうか。こっからね、ほとんどノーカットになると思います。で、一応こっちにもね、あのスケールにタイマーついてるやつなんで、手元でもちょっとなんとなく目安として測りながら引いていこうかと思います。いきます。よろしくお願いします。15g です。ベルトついてないバージョン、ゴー！はい、ここからノーカットになります。で、昔のそのセラミックの方の動画は、ノーカット、こっちもノーカットでやってたんですけど、やっぱりね、今改めて、ちょっとマイク当たっちゃったらごめんなさいね。やっぱりね、今改めて見てみると、余白の部分が多かったというか、何も喋ってない部分がかなり多かったですね。で、今ね、ちょっと慣れてきたのか何なのか、必死にしゃかりきにやってるのかっていうのを喋りながらやって、もう終わるぞ、これもう終わるそうだぞ。喋る内容までいかない。あ、全然測るの忘れてたんですけど、どうでしょうか。早いな。これ喋るまでもないというか、まあ、改めてですけど、早いな。で、今見てね、なんとなくちょっと分かってくれたと思うんですけど、多分必要以上にスピードを上げてやってなかったと思います、僕。このぐらいのスピードかな？結構その、引いてるところあるじゃないですか、こうやってね。こう、早くやると、まあ、早いって早いんですけど、まあ、日常的にちょっとね、それ現実的じゃないなと思ったんで、まあ、例えばね、そんなに腕力のない方でも、今のぐらいのスピードなんじゃないかなと思って、こういう感じ。この動画撮ろうと思った時に、そのぐらいのスピードでやろうと思ってたんで、そういう風にしましたっていう感じですね。まあ、こんぐらいですよね。まあ、こうやると参考にならないじゃないですか、こうやって。なるべくね、力入れずにとか、今あんまね、力入れなくても、気持ち汗かいてるから、こう、グリップが良かったのかもしれないですけど、それにしても早いわ。まあ、今日ね、ちょっとチェックしたいのは、毎日やるのがどうなのかっていうことですから、まあ、今の見てね、このぐらいだったらね、なんか寝起きとかじゃないけど、朝に全然できそうみたいな、もう人ももしかしたら、いるかもしれないですね。ああ、いいですね。本当に中引きぐらいって感じですかね。まあ、本当にペーパードリップに適したぐらいの感じですね。まあ、すごいいい匂いする。わかるかね、わかりにくいか、ちょっとわかるかっていうところなんですけど、まあ、こんな感じですね。ザ・ペーパードリップぐらいかなって感じですね。はい。ということで次は 20g を引いてみますね。これもね、結構現実的な数字であるんですよ。というのも 20g でこう、レシピを出してるのも結構見たことあるんで、じゃあこれでやっていきますか。ちっちゃいカップ2杯分、早速やっていこうかな。今度これ忘れずに目安としてね、押していきます。いきます、20g、ゴー！あ、落ちなかった、ゴー！まあ、速度このぐらいでね、さっきと変わらず、なるべくね、こう、力まずにこう、腕力がね、ない可能性もありますから、私が。こういう感じでやっていきます。まあ、さっきよりやっぱね、こう、ふわっと握ってると、こう、持ってかれる感じあります。こう、くるくる回るじゃないですか。っていう感じです。で、さっきの続きですけど、セラミックのね、あの動画やった3年前、4年前か、もう、5月1日が僕、YouTube の動画1本目に出したやつなんで、もうちょうどですね、マジでちょうどはこれ上げてる時。この時はやっぱね、慣れてないのかもわかんないですけど、テロップをいっぱい出してね、結構無音の時間がいっぱいできたりしたんですけど、まあでもね、僕だってあえてやってたかもしれないですね、それ。こう、やってる人はね、喋んないから、早い。まあそこまでリアルに再現してたのか、シンプルに話すことがなかったのかっていう感じなんですけど、早いですわ。37秒とここの時計では出てます。はい。この時間と、この雰囲気を見て、どうでしょうかっていうことですよね。コーヒーミル、ステンレス刃のを買おうかなと思って考えてる人はね、まあ 20g で中引きですね、完璧にこれはもうね。まあ大体30秒と40秒ぐらいで覚えた方がいいかもしれないですね、したらね。多く見積もって。今結構、こうゆっくりだと思うんで、多く見積もっても、ステンレスのミルで 15g 中引きで引くんだったら、だいたい30秒多く見積もって。で、20g 引くんだったら、40秒ってことですね。40秒弱です。どうでしょう？まあ、これね、例えばお湯沸かしてる間とかなら、全然余裕だと思いますね。力の入れ具合とか。で、個人的なね、超おすすめとしては、このベルトがあると、本当にさっきみたいにこうね、例えば引っかかって、こっちがくるくる回るってことはあんまりないんで、タイムモアとか、これデザインにギザギザがあるやつとか、握りやすいやつだったら、くるくる回ったりとか、こう回しやすいっていうのはあるんですけど、結構ね、これツルッとしたやつもあるんですよ。ここはね、気持ちギザッとなってるんで、まあ、どっちかというとツルツルサラサラに等しいんですけど、まあ、そういうやつだとこう持ってかれちゃう可能性がある。朝入りだと特に。という時にこれを後でつけるとめちゃくちゃね、便利どころの騒ぎではないです。もう別のミル手にしたんじゃないかっていうレベルで変わるんで、ほとんどのものにつきます、これ。デザインも壊してない。どうですか、これめちゃくちゃいいですよね。アイデア商品です。で、ここにね、ミルのハンドルをこう、ブッと。収納できるやつあるんですけど、これはね、こっちのワンビンは蓋がこう、もうボッとついてきちゃうんで、つけれないんですよ、ここ。なんでね、僕、どっか持っていくときとかは、収納するときですね、は、ここに小さいハケ、プラスチック製のハケをここに刺して、もうなんとコンパクトなことでしょう。お掃除もここでできるみたいな。
ていう感じにしてます。皆さんどうでしょう、30秒40秒、気持ち早く弾けば25秒35秒ぐらいなのかな、そんな感じでやっていきました。少しでも参考になればめちゃくちゃ嬉しいです。でさっきも言ったんですけど、このセラミックバージョンのこいつらを使ったねノーカットの様子の動画も概要欄に貼っておきます。いきなりね、あのコーヒーミル、コーヒー始めようと思ってコーヒーミル買うのに6000円とか5000円とか1万円とか出すのやばいじゃないですか。結構なんでね、最初全然こういうねセラミックバのミルから始めてもいいです。フォーレックスは高いんですけど、フォーレックス以外のまあハリオのセラミックスリムとか、そういったセラミックの刃のやつは大体ねそんなに高くないものが多いんで、一番初めあのこっちの動画見てもらって覚悟した上でセラミックのやつを買うか、もしくは電動の安いやつを買うかって感じですね。おすすめの電動のやつもある。そんなことです。いや、ミル選びはですね結構いろいろありすぎてかなり迷うものだと思うんで、少しでも参考になったら幸いなのと思います。めちゃくちゃいい匂いするんでね、もういい加減飲みたいと思いますね。君一緒だから一緒にしちゃおうかな。普段からこういうコーヒーミルを使った感じとかをお届けしたりとか、アウトドア行ってコーヒー楽しんだりしてますんで、チャンネル登録お済みでない方をしていただいて嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします。以上、セラミックのコーヒーミルをノーカットでお届けしてみましたでした。どうもありがとうございました。またね。もういわゆるウルトラ中入りですね。はい、全然わかりにくいですね。これちょっと傾けると全部ぶわっていきそうな。あ、いいですね。スーパーハンドドリップです。お腹すいた。